西口ホーム、小川駅構内廃線。廃島方の踏切構内より撮影小川駅は、東京都小平市小川東町一丁目にある、西武鉄道の駅である。国分寺駅、東村山駅と並び、西武最古の駅の一つでもある。国分寺線と廃島線が乗り入れている。駅番号は両路線個別で与えられ、国分寺線は、SK04、廃島線は、 SS31 となる。小川駅管区として、小井田駅、高野台駅、小川駅、拝島駅間の各駅を管理している。島式ホーム2面4線の地上駅、京城駅舎、国分寺線と拝島線の列車を相互に、同一ホーム上で乗り継ぐことができ、非常に便利な構造となっている。ホームは、拝島線の長編成化のために1988年に改築されており、 その際に、京上駅舎も改修されている。また、4番ホーム脇には、側線が1本あり、一部の回送列車の対比や、上都車両の方向転換時に、東村山方面に折り返すのに入線することがある。当初は、現在の国分寺線の駅として開業したが、後に、現在の廃島線も乗り入れるようになった。この経緯により、 拝島線の列車は、発車時に渡り線を通過する。小平、西部新宿方面へ向かう場合、拝島線の列車を待たず、国分寺線の列車に乗り、東村山駅で乗り継いだ方が先着することがある。その際も、同一ホーム上で列車を選択することが可能である。改札口は2階部分にある。エレベーターはブリジストンなどの協力を得て、西部鉄道の駅の中でも、 比較的早くに整備された。当駅周辺に福祉施設や病院が多いことなどが考慮されたと思われる。また、エレベーター専用の改札口も設置されている。トイレは改札外にしかなく、男性用、女性用は2階に、誰でもトイレは西口1階にある。近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員の推移は、 下表の通り、駅前に乗り入れるバス路線はない。かつては西武バスの久米川駅小平車小立川駅線や銀河鉄道の新小平駅と妙房中学、高等学校を結ぶ路線が乗り入れていた。駅西口より徒歩2から3分の中華料理屋向かいに乗車場所がある。ありがとうございます。